NTT を出し入れ160円で5000株買いました。まだ買わないです。バンドオフ終了のサインが出てから買うっていうのが基本的な考え方。8月ぐらいもし安いところがあるんやったら仕込んでったら、もしかすると9月に向かって、はい、需給の改善っていうところを見ながらいい感じに動いてくるかもしれないね。なんか全部が全部利益じゃないよ、持ってる銘柄。不備のやつもあるけど、9432。NTT を出し入れ160円で5000株買いました。ボリンジャーバンドプラス3シグマたちの反発狙いです。いかがでしょうか？まだ買わないです。バンドオフです。はい。打診買いっていうところであれだけど、ボリンジャーバンドのプラス3シグマって僕は別に言ってないよ。うん。ボリンジャーバンドのプラス3シグマにタッチしたから買いとかって僕全然そんな言うてないからね。プラマイ4シグマ言ってるけど、プラマイ3シグマは別にその買い場ではないので、そこはね、勘違いしない方がいいと思います。プラマイ4シグマで、ね、メンバーシップ内でその理由に関しては話してるから、もうここの場では言わないんだけど、はい、プラスマイナス3シグマぐらいだったら普通に下がってくからね。自立反発することなく。で、今これ、落ちてるナイフで下落方向にバンドオークです。バンドオークなので、日柄調整入るまで様子見ですね。?PPI 予想上回ったのにゃーって。上回った予想を ?PPI が。はい。生産者物価指数だったっけ、どうなん、金利上がってんの、予想よりも悪化したってこと。 NTT は150ぐらい切ったら高配当の仲間入りやって、うん、もうちょっと下げてほしいよね。基本、ただ打診買いでしょ、まあ、下がっていくこと過去に買ってると思うんで。基本これバンドオークです。バンドオークの銘柄は、バンドオーク終了のサインが出てから買うっていうのが基本的に、やっぱその、基本的な考え方。日柄調整なり、一旦大きく切り上がるような動きで、下の青のラインから日足が剥がれ落ちるなり、やっぱそういった動きしてから買うのがセオリーなんですよ。基本的なセオリーね。はい、で、これ今落ちてるナイフなので、今ここで買うかどうかっていうとリスクを伴うと思う。だから打診だと思うんだけど、まあ、まだ落ちてるナイフ状態なんで、気をつけて、下げてくるかもね、引きやすいんだしっていう感じかな。 NTT 42.2 倍ですね。需給も悪いもんね。NTT はね、慎重に慎重にバンドオフ終了サインを見ていくっていうのが基本的なセオリー。感覚でここ安いと思って買わない方がいいですよ。大底拾いたいのは誰でも一緒、わかる。ここボトムかもしれない。大底拾ったらめちゃ儲かる。まあそれは一番最高率なんだけど、そんなの狙ってあんまできるようなもんじゃないからね。信用改ざんも多いし、倍率 42.2 倍だし、はい、信用改ざん過去2年間見てもかなり多い水準です。そういったところで今手出してるってところを認識して、打診買いだったら別に全然いいんじゃないですか。安下がったらまた買いに行きましょう。配当利回りも 3.2% ぐらいはします。はい。NTT は長期ってねえ、長期のはずのニーサ勢が売ってんじゃないんですか。ニーサで買ってる人たちが、うん、そんな感じがしますね。で、 NTT のねやつね、分析してほしいっていう風なデータが人がいたので、昨日の動画の中で話してはいるんだけど、どこまで日本電信電話とかも下がってくるかだよね。150円ぴったして今止まってるけど、年初の安値でしょ。うん、フィボナッチラインここあたりに存在するね。そこまで一旦押すのかなみたいな、はい、感じもしなくはないし、まあちょっとね、時期重たい分、ここあたりもね、苦戦してますよね。で、自動車関連で言うと、まあ、トヨタ自動車不正のところで、今、渦中のプリ状態になってるじゃないですか。まあ、その分、その割にはあんま下げてないんだけど、下落方向に若干バンドオーク。はい。で、フィボナッチラインを引くなら、ここなんだけど、とりあえずね、この高値安ね、こういったラインの今、261.8% 戻しラインで一旦止まってるんだよね。うん。ここに関しては。はい。何?あ、みんな分析してほしい銘柄とか入れてってね、どんどん。9432、タッチャンのやつ?タッチンさんのやつ?バンドオーク。はい。下がってきていますが、どこまで来そうですか ?200 回持っていますが、追加買いはどのあたり辺がいいと思いますか?今日の終値は 151.8円。結構下がったね。あれ、僕が見た時153円ぐらい動いてたけど、下がったんだ。プラス動いてたのに。結局マイナスってなんだね。バンドオークなので、バンドオーク終了サインが出るまで下がり続けるんじゃないんですか?はい。どこあたり目処じゃなくて、バンドオークに発展しているので、はい。バンドオーク終了のサインが出てくるまでです。下の青のラインから日足が剥がれるまで、今日も利圧力強い。てか、時給重たいもん。みんな含みそうでしょ?うん。信用取引で買ってる人。で、制度信用倍率もバチクソ高いじゃないですか。そりゃ、簡単に買い手は効かないよねって感じだよね。バンドオークの途中で、打診買いしてるんやったら、それはちょっと考えないとあかん。なんか節目があるとかでもないしね。まあ、ちょこっと書いてたけどさ、こういったラインを。はい。レッドゾーンはここあたりだよね。PR11.6、PBR1.29倍、配取回り 3.42%、少しずつ高くなってきてるね、配取回りね。ただ、制度信用倍率は今、最新のデータで42倍か。あれ、70倍って何やったっけな?違ったっけ?他の銘柄かもしれない。ちょっとそこ、うろ覚え。40倍っす、それでも。はい。みんな投げ売りなので、まあ、バンドオーク終了の日柄調整なりが続いて、しっかりと、なんていうかな、バンドオーク終わったかな、ぐらいのところまでは行くかもしんないね。で、需給の改善は、ちなみに1月高値なので、半年後の、
7月23日。ここに向かって投げ売りは加速する。まだまだ出るという状況。戻ったとしても、ここあたりで買ってる人たちは、もうここあたりで売らないといけないから、信用の買い手は。うん。厳しい状況がまだまだ続いてるのかなって感じがするけどね。はい。バンドークだからね。バンドークは中途半端なところで買ったらこうなるんですよ。で、昨日話してたけど、50日と200日のデッドクロス形成が見えてるってところでやりにくいよねってところも、この前話してたよね、確かね。あれ、うろ覚え。な、言ってたと思うんだよね。75日と100日のデッドクロス形成入ってるし、ここのデッドクロス形成も見えてるし、ってところで、まあ、とりあえずここ見ないといけないよねっていうのをちょっとなんかちょろっと話してた気するけど。はい。そんな感じですね。バンドークなんで、あれですよ、どこあたりで買ったらいいでしょうかじゃなくて、バンドーク終了サインが出てからまた考えるですね。うん。あとはその、NTT とかもさ、はい、やっぱしタイトルにも一応入れてるけど、新ニーサで買ってる人多くて、含み損変えてる人多いからね。そこあたりもね、どっから上げてくるとは思うんだけど、まあ、需給重たいから、どうなるのかなっていう感じはするかな。今日はなんかその瞬間下がってから戻したんだっけ？うん。日本電信電話。まあ、日柄調整っぽい動きが入ってるけど、今日最終プラスでね、瞬間150円割れまで下げて、151.2 円。はい。まあ、バンドの幅が拡大から縮小傾向で、ここの範囲内での動きをしばらく形成して下に行かないかどうか。さらに、そこがちょっと、どうなってくるかってところだよね。まあ、需給改善期待はさ、7月ぐらいに来るんだけど、高値からの半年後は7月と23日なんで、そこで信用の投げ売りが一旦、まあ、手仕舞いで終わってから上がってくる経路を、8月ぐらいもし安いところがあるんやったら、8月に向けてかな。仕込んでったら、もしかすると9月に向かって、はい、需給の改善っていうところを見ながら、いい感じに動いてくるかもしんないねってところだよね。うん。NTT を NISA で買うならコツコツ買い続ければいいのにって、コツコツ、人にもよるからね。NISA に対する投資金額かな？が、やっぱし自分のウェイトに対して、投資金額に対してやっぱし大きかったら、やっぱし慌てふためくよ。うん。HM さん NTT とか下がってるのに信用が増えまくってますって難品してる人ですかねって。NTT 買える金がないやったら信用で買わなきゃいいのにと思いますけどね。個人的に。無理してでも、レバレッジかけて、短期狙いで。だって NTT って信用で買う株じゃなくて現物で買う株ですもんね。それを、信用でバカすか買うから、今の状態になってるっていうのが、やっぱし見えてないんだと思う。やっぱその信用取引やってる人でも需給見てない人多いからね。信用改ざんどうなるか、売り算どうなるかって。で、信用改ざんが多いところにあえて自分でさらに乗せに行くっていうのが俺ようわからないんだけど、上げ相場だったらいいですよ。回転効いてるので、上げ相場の段階でその信用改ざんが増えて、回転効きながらこう上の方を目指している出来高が伴って、これだったらまだ100歩譲っていいんですけど、下げ高値から2割以上2割3割ぐらい下がってて、需給悪くて、さらにそこに信用改ざんが増加傾向なのに、さらに自分で仕様に乗せていくっていうのはちょっとよくわからない。うん、そもそも値幅そんなにないのに、毎回言ってると減引きを前提にやってるんやったら100歩譲っていいですけどね。うん、100歩譲っていいですけどね。はい、ちょっとあれだよねって感じよね。NTT は7月過ぎですねって、1月高値の半年後の7月8月ぐらいに安いところあるんだったら9月に向かってっていう、いつものパターンかもしれないですね。はい。すいません、NTT100 株信用で持ってます。時期に減引しますって。あ、減引でいいと思いますよ。うん、減引で、100株でしょ？そう、減引前提で買うんだったらいいんですよ。全然。減引前提で買うんだったら、ああいった株を信用で。でも基本的には、やっぱしあれは、現物で持つような銘柄なんで、本気でやるんやったら他の銘柄やるよねっていう形ですよね。何 ?NTT 何で誰かが買おうとかって煽ってんの？それはわかんないけど、信用で買いに行こうぜとか、わかんないですけど、NTT は利回り 4% まで待つ。なんかマイクさんあれだよね、130円ぐらいなんですか？いや、僕そこ計算してないのでわかんないんですけど、なんかその他の人の X で、X からなんか飛んできてて、他の人のポストがですね、なんかその利回り 4% は130円ぐらいだ、うんぬんかんぬんっていうのがコメントであったから、まあ、そこまで行ったらさすがにやっぱしその買いの手は入るかなっていう感じはするよね。4%、やっぱしその 4% 以上か以下かね、結構マーケットって反応するから、今って。イースト26さん、NTT 最後はみんなどうするのかなって、戻らなかったら、1月高値の半年後の近くで投げ売りなんじゃないですか？戻り売りっていうか。ん？山嵐さん、信用で買って一番下のポジションだけ残すのかなって。いや、それは、まあ、僕がライブ配信で言ってるから、皆さん、
ね、そこのことに関しては知ってるんですけど、基本的にそこを意識してやってる人っていないと思いますよ。うん、どうなんだろう、わかんないね、そこはね。僕が言ってるからそれやろうと思ってから真似してやってるの人もいるのかな。まあ、それにしても坂東君見ますけどね。うん。ヒロキおまさん、要人発言として、岐阜さんのポジションが X でポストされまくってますね。わら、もう許した。ん？下手？ん？なんかたまに出てきますよね。岐阜さんっていう方。僕は知らないのであれなんですけど、まあ、他人は他人でいいんじゃないんですか。基本的に僕は自分の判断でやってきますけどね。うん。NTT 様子見してますってね。今からだから3分の1になるってことでしょ？ファイトリムナーにしちゃ3倍？うん。8%、8%ぐらい。8%、9%。みんな買うでしょ、そうなる前に。はい。ヒロキおばさん、NTT の信用買いが全部投げられると仮定しても130円ぐらい止まるんではないだろうか。130円が配取り回り 4% ぐらいでしたっけ、 NTT の。そこはちょっと意識されるかもしんないね。うん。はい。NTT でしょ、ゆうすけさん。ファイヤー多いけど、出来高の方同じぐらいだったら相当重たいんで、多いんで、はい。いや、もし、でも NTT がさ、下がってくることに関しては、もう、分かってたっていうか、やばいよねっていうのは話してたので、やっぱ下押してきたよねって感じですよね。ここあたりからなんかおかしいよねって話してたので、当時KDDI から見てね、はい、それは過去の動画を見とってもらったらいいと思うんですけど、 NTT に関しては過去のライブ配信とかで言うてるので、その時期あたりに時期重たかったもんね、重たかったもんね、3月ね。見事に下がって悪いことを起こりやすいようなチャートの波形になってから、さ、フィボナッチのレッドゾーン前に突っ込んできましたもんね。ここで止まればどうかですよね。あとは142円ぐらいで一旦ね、一旦ここで止まるかどうかですよね。で、こことかでライン引いたらどうなの？一旦ここで止まるかどうかですよね。このレベルでしょ？ 130 とかなってくると、まあここの場で抵抗ラインみたいな感じになるんだけど、目先ここ他のテクニカル使ったらまたちょっと景色が変わりますけどね。はい、そんな感じはしますけど、最近 NTT の下値予想 YouTube でやたらと見るって、やっぱしみんな気になるし見てる人が多いからなんじゃないんですか。はい、NTT に関してはなんでかっていうと、視聴者のニーズがそこにあるからです。ニーズがあるものを、要はその触れないのは配信者としてはどうなのかなって思っちゃったりしますけど。だから僕も一応触れてはいるからね。持ってる人多いだろうし、信用買い捕まってる人もいるし、でもすごい気になる人がいるから、よく最近触れたりしますけど、なんでも、メディアに就職、メディアとかもそうだと思いますよ。テレビとかも。やっぱみんなが気になるものをやらないと見てくれないし、興味持ってもらえないじゃないですか。で、見てもらってやっぱし、なんぼの世界なので、YouTube っていうのは。だから結局のところ中身でっていう形だと思いますけどね。はい。天田さん、少資金の、おばちゃんにもNTT チャンス到来中って、まあね。まあね。やはりニーズあるのか、ないとやらないっすよ、NTT なんて。最近 NTT の動画公開されてるやつに関しては、視聴回数伸びてたりするので、僕のじゃなくてデータとか見ててね、いろいろと分析して。そこあたり重要ですよね。で、それをきっかけに、チャンネルをしてもらって、見続けてもらって、みんなで理論武装頑張っていけたらなっていうふうには思ってますけど。表面しか見てないやつは見てないっすけどね、大体ね。はい。NTT 株は100株買っても1万5000円ぐらいだから、少しずつ買い下がればそこで買えるかもしれませんね。ドルコスト均等法ですか。そうですね。はい。上げてくるのに時間がかかる気がしますかって、上がってくるのには時間はかかると思う。まあ早くて3ヶ月ぐらい、早くて3ヶ月は見ないといけないじゃないですか。最低でも、だからその今年の9月の配当月ぐらいまではちょっとその収穫時期は遠のくかもしれないねみたいな、買ってもそこぐらいまでは最悪っていうか、引き伸ばされるかもしれないねっていう風にやっていかないといけないような感じがします。目先の利益を追っていくような銘柄でもないし、戻りにも出やすいし、どっちかっていうと9月に向かって需給が改善して、高値期日が、7月なんで、一応ね1月の高値期日が半年後が7月の23日なんで、そこあたり通過したぐらいから需給改善期待で、要はその9月も配当時期も近いからってところで買いの手が入って、少しずつこう切り返していくとか、そういったところをちょっと想定しつつやっていかないといけないような感じなんかなっていうふうに思います。まあ、その前に決算あるけど、ここはちょっと疑問だけど、こんだけ信用改ざんが多かったら、ここで変なの出てきたらしたいし、チトーンって下がっていくかもしれないんで、ここだけがクエスチョンなんですけど、決算は。はい。一応は、だから、例えば、ちょっとスタートが悪かったんですけど、まあ、戻ったとしても、まあ、どこまで行くかわかんないよ。まあ
しばらくなんかこんな感じでもみもみして、ここあたりからなんかこんな形で9月に向かって上がっていくみたいな。これ適当ですね。こんな感じ。もうこれはわからない。はっきり言って、まだバンド、下落方向にバンド区なんで、これがここまで、レッドゾーンだったら142円なんですけど、ここまで行くかもしれないし、要はその、さらに投げ売りが加速して、配当利回り130円、配当利回り 4% 水準あたりの130円まで下がって、そこからこう切り返してくるかもわかんないし、わかんないんだけど、なんかここあたりの期日通過もしくは直前あたり、最近ね期日通過の直前ぐらいから少し切り上がってくる基調が多いので、まあ7月ぐらい、来月ぐらいからどうなるかなっていう感じですよね。はい。サイバちゃん、決算でしくった時のズドーンの勢いはすごそうって、時期悪いからですね。そうですね。ここのガイドラインを、決算を間違えた場合の影響はでかいとは思います。高値からの期日近いしね。ここで、なんかその、アナウンス間違って変なのが飛んできた場合は、信用の投げ売りが加速して、大きく一発下がって、そこあたりをボトムにしか、その投げ売りをボトムにして切り返してくるとか、で、もしくは、ワンチャン、例えばこのフィボナッチとレッドゾーンの142円台で、ボトム取って切り返して、右左、横で動いて、決算で、ガイドラインミスって、130円までしと、まあ、チューン下がって、配当利回り 4% になったからってところで、買い戻しの手が入って、そこをボトムに切り返していくとか、9月に向かって、いろいろと考えられ、言うのは勝手ですよね。うん。とにもかくにも、需給がネックだよねっていうところかな。うん。で、今日ね、YouTube のコメントで質問があったんですけど、新ニーサと、要は NTT でも話題に触れて、新ニーサの需給は関係ないんじゃないのみたいな感じのコメントだったんですよ。それは違うからね。僕は夕方の配信で言ってたのは、新ニーサ勢が投げ売りしてるって、なぜかっていうと、信用の買いも多くて、需給が悪いから、どんどん回転効かなくて、そこ掘ってきてみんな投げ打ってるんですよ、信用取引。で、それに耐えかねた新ニーサ勢も投げ打ってるっていうのが現状なんで、この NTT の今のこの値動きに関しては、信用取引と新ニーサは、要はその、関係ないかどうかで言うとめちゃめちゃ関係あります。はい。需給が悪いから新ニーサ勢も、回転効かなくなって、もうきつい状態に追い込まれてるんで、結局のところは関係してますよね。そこはね、ちょっと誤解のないようにしっかりと認識しててもらった方がいいんじゃないかなって思いますね。なんか別々で考えてる節があったので、一部の方がですね。そこは全く違うかなって思う。うん。新ニーサ勢が今こういった状態になってるのは需給が悪いからですよ。需給は投げ打ってるからです、みんな。で、それに耐えかねて、新ニーサ勢も、新ニーサで買った NTT を投げてる人もやっぱしいるわけですよ。全部繋がってるので、新ニーサゲームサーに投げちゃうなんてって、わからんけどね。でも投げてる人もいるよねっていうニュースがやっぱ出てるんで、投げてるんでしょうね、おそらくね。高値捉えちゃった人は、はい。ちょっとそれは実際に要はどんだけの人が新ニーサで買ったこの NTT を投げてるのかどうか、聞いたら早いか。皆さんに質問です。NTT 株新ニーサで買ったんだけど投げ売りした人、挙手をね、もうやばい、これもっと下がるかもしれないと思って売ってしまった人どれだけいますか。ちょっと皆さんに聞きます。はい。もし中に、もしいたらね。はい。ちょっときついかもしれないですけど、お伺いできるんだったら、よかったらチャットにコメントいただけたらありがたいです。実際問題どうなのかなってところですよね。うん、はい。ホールドない、NTT ノンホルダー。ニーサで個別はしてないです。なるほどね。買ってない。全部売りました。テレビさんが全部売ったって。うん。僕は投げ売りしたって。うん、投げ売りした。なるほどね。投げてない、108あたりで利確しました。それはナイスですね。逆にね。うん。それはナイスですね。売りました。持ってない、ガチ4持ってないけど、チャンス増して投げました。NTT カード買ったことないです。持ったままです。むしろ買い増してます。なるほどね。安くなったからね。うん。長期で配当を取りながらね。売りました。なるほどね。やっぱし投げた人もやっぱし、今少ししかチャット出てないですけど、いるっちゃやっぱしいるんですよね。株なんで。儲かって乱暴だから。なるほどね。なるほどね。あとはもう全体の規模感で言って、うちのチャンネル内での話なので、これが、外に、このチャンネル外に出てどういう状態なのかですよね。NISA やってませんって。僕も NISA やってない。NISA やってない。幕がちっちゃいのでやってないですね、NISA は。買いタイミング待ちですって。潰れないなら下がったら買います。毎日しますって。なるほどね。潰れるようなことになったら、もう国が入ってくると思うので、救済策が飛んでくると思うので。NTT とか潰れたら大変だからね。うん。その、情報インフラの、要なんで、ここは潰れ、NTT とか潰れたら、もう、日本経済やばいっすよね。ライフラインっていうか、やっぱし通信情報も。
ど支援に入あの以前の銀行間みたいに申請あの支援が入るじゃないですか、はい、どっちにしてもアイオン機体で上がるやんって知らへん。そこに関しては、 NTT 使ってるけど、いやその携帯会社ね、 NTT 言わないっすか。これ NTT 契約してる意味あるんかなと思ったりとかしてるけど、他の通信会社変えようかなと思ったりしてますけど、逆に NTT なんかね、回線が弱いくなるときあるんですよね、やたらね。潰れたらまずいですよねって、NTT 潰れたらライフラインがやっぱしあれなので、ライフラインなのでやっぱしあれなのかなって思います。救済策っていうか、なんかそういった時代になるやったら入ってくるのかなって思いますけど、リニューアルジャパン買ってみようかと思っています。知らん銘柄だ。何これ。ちょっとその、概要見してください。この企業の。9522。今日はね、アレックスと会いに行ってたんだ。アレックスご飯食べに行ってた。お気に入りのカフェとか。時価総額308億のちっちゃい株ね。中小型株ね。PR20.5、PBR2.84 倍、配当なし無配で、売りが入ってない銘柄なんで、売りができない銘柄かな。うん。株主優待は6月、12月末。で、これが、何の銘柄かっていうと、太陽光を中心に再生エネ事業、全国拠点活用し、発電所保守管理もやってる東急不動産などと資本提業務提携をしている。再生可能エネルギー関連ですね。原発のところがあるからねところもあるよね。そうだね、そうだね。どうすっかね、ここに関しては。見ようかと。初動はないんですよ、何も。このライン初動は逃しちゃってるので、まあ、5日と100日のゴールデンクロス形成が入るならば、上の方に行くんだろうけれども、中途半端なところでエントリーしようとしてるってことでしょ？上がるかどうか、まあ、そうだね。25日ラインも切り上がってきてるしね。僕がこれをもしやるとするならば、一旦デートレ感覚でやってみます。吹いてみる。やるんだったら。なんかこんな形で何も初動が出てない、もう出終わってで、少し上がってるような形だからね。ボトムから880円から1040円まで上がってる感じだからね。一旦、つついてみる。で、つつくにしても、デートレであったりとか、本当にテクニカルの知識ないと、はい、なんかワンチャン含み損になってしまって、仕方なしに持ち越して、下がってしまうっていうパターンになっちゃうから、そこはね、しっかりとやらないといけないんですけどね。僕だったら一旦つつくかな。一旦デートレ感覚で安いとこで買えないかな。初動なんか、上がっていくところでなんか買えないかな、みたいな感じで、上髭伸ばしてるから直近ね。一旦デートレでやってみて、安く買えたなぁ。例えばかな、買ったところから含み益2%、うまくいったら、まあ、ちっちゃい株なんで 2% ぐらい取れたなぁ。っていうことやったら、ちょっと持ち越してみようか、みたいな。それで僕、最近とかって、あそこの、いつだ？直近日経平均一旦パーンって下がったところあったじゃないですか。1500円のところですね。1500円下がった時あったじゃないですか。あの時も、デートレ感覚でやってみて、含み益 2% で 2%、2.5% ぐらいの状況で持ち越すことできたので、じゃあちょっとまたいでみようってところで、数日で 10% ぐらい取れてるからね。一旦つついてみるっていう判断になると思う。一回つついてみる。で、5日と100日のゴールデンクロス形成で、まあ、うまくしたタイミングで、うまくなんか含み益が乗っかったなっていう段階だったら、ちょっと、ね、翌日、楽しみにしてみるとか、そんな感じですかね。やってみるんだったら。淀川製鋼所、5451お願いしますと。OK です。5451。よっ、お願いします。初めて分析するの。配当と優待目的に5330円で100株だけ打診買いしたばかりです。最終的には300株か500株を10年単位で所有したいと考えています。ただ、日経と同様にこの銘柄も大きく急落することを、懸念しています。そうですね。上がってますもんね。25日が下向き始めたので、強そうな50日とのデッドプロセスしそうなら撤退というスタンスでよろしいでしょうか。そうですね。50日。ここでデッドクロス組んでリアクションが入ってないので、ほぼですね。そこは気になるけど、ダイバージェンスは出てるのか。どっちかっていうと RSI のラインを下回るような動きしたらなんじゃないんですかね。ラインはもうここだと思うんですけど、このライン、おそらくね。MACD は、ただ MACD は出てないのか。RSI の下値ライン割れはちょっと嫌気されるかもしれないですね。
ここは。で、フィボナッチラインをどこで引くかなんですけど、これでも相当上がってるでしょ？ちょっと、ここからここは引けないもんな。ここからここはもう、通り、通り過ぎてるので、こことここ。こことここですよね。19、5451、淀川、1732億、配取回り 5.68%、PPS が 0.82、PBR が 0.82 倍なんで、解散価値割れ。RSI の下値ライン割れ見ましょうか。そっちの方が、50日、RSI の下値ライン割れってところかな。何？鉄道きついよねって。鉄道系はきついですね。鉄道系はきついですね。下値のラインというか、なんていうのかな、電鉄系でしょ？ちょっともうセクター別も見ちゃうんだけど、僕が。電鉄系どこやったっけな？輸送系とかって。鉄道バスでしょ？ここあたりでしょ？東海、南海、近鉄、九州、JR 九州。JR 九州はまあそこまであれだよね。で、西日本であったりとか、西日本であったりとか、下がってるし、電鉄系はね、きついですよね。上値重たいですよね。テスラしても負けるのに、いつもマシマシですかって。おう！マシマシ！はい。最近は。だって資産の上昇パーセントとかって、僕 X で最近出してますよ。なんかそんなコメントよう来てたんで。上げてる下げてるの、時間を画面と一緒に、パソコンで表示してるやつをカシャーって撮ってから、載せてますけど。はい。で、米国株が、ね、3倍になったよっていうのも、買ったやつが、X の方で画像をポストしてるし、マシマシっすね。はい。最近醤油やからが多いので。あとはなんでそれ出してるのかっていうのは、それ以外にも、自分はこういった感じでやってるよっていうのを、ちょっとみんなの方に言う、アナウンスしときたかったってところですかね。だから信用の枠をカラッカラにしてるよっていうやつであったりとか、はい。要はリスク管理上、信用取引の枠、信用で買ってよっていう画像も出したんですけど、もう最近公開したやつで信用の枠も全部なくなってると思うんですよ。だから CPI の発表前に、信用のその短期でやってる分に関しては利益確定売りしましたよとか、はい。そんな感じですよね。それで僕はこういった状況下で、リスク管理で、ポジション減らしたよ、はい、ポジションのキャッシュ比率は 20% から 24% に引き上げたよとか、そんな形でやってますけど、いらないんだったら、なんていうのかな、それはやらないけどね、別に。なんだろ、X のサブスクライブしてくれてる人限定に公開したりとかしますけど、はい。現物で持ってる銘柄結構含み損ありますって。現物で持ってるやつは、やっぱもの物によっては含み損になってますので、要は最近だったらアステラス製薬であったりとか、有名ところで言うと NTT 持ってるとか、そこあたりでやられてる人って結構いるとは思うんですよ。ヤックンさん、ビッペンマンいらっしゃい！一緒に頑張っていきましょう。はい。だから僕は基本的に夕方のライブ配信で話してるようなやり方を自分でも実行してるっていう感じですけどね。何？現物含み損持ってる方結構いるんですねって。いると思いますよ。やっぱ相当下がってるもん。ものによっては投げ売りで。はい。ケミカル系中心に。需給の重たい銘柄結構やっぱしあれだけどね。重たいけどね。逆襲のスクリーン来るのかなって。スクリーンは、ボトム圏内で横横じゃなかったですっけ。さあ、直近高いところから大きく下げてから。はい。何？塩漬けのアステラスって、アステラスはきついよね。持ってる人結構いるもんね。わかる。何パーセントか含み損のやつありますよって。僕も全部が全部利益じゃないよ、持ってる銘柄。含み損のやつもあるけど、トータルでプラスに持ってってるので、で、含み損のやつはね、長期で持つような形のやつなんで、高配当銘柄とかだったりするんですよ。はい。だから、そこに関しては、配当込みやったらプラスなので、ってところで放置してたりしますよね。ずいぶん前に買っててね。はい。テクノプロ、2540円で300株持ってます。高値半年期日が近づき300株出し買いしました。今後の展望お願いします。はい。なるほど。フィボナッチのラインをどこで引くかですよね。ここじゃないのか。ここ下回って、配当月が、6月末にありますよ。テクノプロホールディングス。やったことがない株です、僕これは。6028。高値から半年期日。時価総額は2783億。PR16.4、PBR3.43倍、配取回り 3.08%、3% なんで低いですね。で、信用改ざんが 12.26.1
96倍か、正の信用倍ですが。で、12万株の信用がいい。ただ、日中売買高に対して買いがそこまで多いわけではないので、需給の投げ売りじゃなくて、これ、現物で売られてません？はい。これ、期日、いや、まあ、もちろんその1月から、ここから買いが増えてるので、高値からの半年期日っていうのは重要なんだけど、日中の売買高に対する信用買いの量は大したことないですよ。1月なので、7月の、要はまあ5日ぐらい、高値から半年ですよね。ここで買った人たちはここで売らないといけないので、どっちかっていうと、ここあたりで買ってる人が多いんですよね。1月以降に。ここじゃなくて、ここあたりの期間で買ってる人たちが多いから、ということは、ここの後なんだよね。信用の期日が、集中してくるのが、もし来るとすると。これは、信用の投げ売りとかじゃな、もあるとは思うんだけど、現物売りですよね。要は、起因してるのは。RSI の下値ライン切り上がってきているので、逆ダイバージェンスっぽいから、ということは、RSI の上値ラインを抜けてくるってところは結構重要視されそうだよね。これかこれ。点で言うならこっちだね。3.1 一致してるので、RSI の上値ラインはここを抜けてくれると嬉しい。ここのライン意識。RSI の下値ラインが今切り上がってるのに、あと MACD はどうだ？ MACD の下値ラインも切り上がってる、トレンドラインが少しずつ強まってきてます。なのに、株は下がってるんですよ。RSI の下値ライン切り下がってるわけでしょ？ということは、この RSI の上値ライン抜けっていうところが重要になってきそうだよねっていうのは、なんとなくわかる。で、ボリバーの地方線25日ラインを、要はその上下ラインとした下落波動じゃないですか。ということは、日足が、ボリバーの地方線25日ラインを上回って、5日と25日がゴールデンクロス形成して RSI の上値ライン抜けして一目の壁にぶつかって、こううまく要は期日、そこの一応の高値の半年後ってところ意識して、高島屋パターンと逆パターン。だから、例えば、こんな感じの動き。ボリンジャーバンドの幅的なところで言うと、まあ、こんな形になるかもしれないんだけど、こうなってくれたら嬉しいね、的な多分、考え方だとは思うんですよ。あとは、まあ、ここのライン抜けた段階だと思う。ポイントになってくるのが、どっちかっていうと。打診が入れ入ったっていうのやったら、わかります、言ってる意味は。あとは、ここのライン抜けてから、もし追加するんだったら追加していくとか、しっかりとトレンドラインが出てからってところなのかなって感じしますけどね。ミュー1213、今月配当月があって、でも、これ配当月とは言っても、配当利回り 3% なので、評価的には低いです。はい。マーケットの評価からすると、3% 低いです。メジロマック、ナブテスコ。はい。6268を2690円で300株持ってます。どうでしょうか？今月配当付けですか？いや、今の段階だったら少し見ましょうか。断続的なゴールデンクロス形成がちょっと入ってきてるので、ボリバンの範囲内で動きになるかもしれないけどね。うん。プラス2シグマとマイナス2シグマの範囲内の日経先物下がってるからね。そこが、いや、安くなったら買いたい銘柄あるので、それ買うかもしれないけど。この範囲内での値動きを基本的には少し形成してウェイク化したいかですよね。200日と長期のラインが断続的にゴールデンクロス組んでくるなら、ちょっとその、さっきチャンスあるかもしれない。プニーのパチ。久しぶり見たらナブテクスも相当下がったもんね。こんだけ。5500円ぐらいまで行ってたのが、今半値でしょ？はい。信用倍率は、信用買いはそこまで入ってないので、これは無視でいいですわ。十数万株、十七万株だったらそんなに入ってない。NTT50 円って、あ ?50 円ないでしょ。大暴落がない限りは。今の段階では。で、どういうこと ?50 円。バリエーションどうなの？まあ、決算近いんでね。前回決算急落したんでしょ？で、今回決算上がったのか。決算のリアクションはちょっと最近は、安いところで買えてるんだったらもうちょっと見てください。このゴールデンクロス入った時にちょっと旨味があるかどうか見たいですよね。トキャスティックス、RSI、MACD は別にまだ加熱のラインまでは言ってない。言ってない。RSI のマネラインを抜けるかどうか。しっかりと見えてるんで、このラインですね。だいたいこういったラインを見ていく。50円、ルブさん。50円いったら、配当利回りなんぼなの？